メリークリスマス、サイタトくんです。今年最後のサイバーチャンネル、待ちに待った年末年始まであと少し。今週のトピックは長期休暇の情報セキュリティ対策です。長期休暇前に特に注意してほしいことについてお話しします。サイタトくんチェック。企業組織で行ってほしい対策を紹介します。その1、パソコンや機器のプログラムが最新バージョンにアップデートされているかを確認するです。古いままだと脆弱性を狙われて機密情報を盗まれる等の被害に遭うかもしれません。その2、緊急連絡体制、対応容量の確認です。システム等に不具合があった場合、誰に連絡をしてどのように対応したらよいのかが明確でないと、復旧や対応に膨大な時間がかかってしまいます。続いて個人で注意してほしいことを紹介します。その1、外出先で撮影した写真を SNS に投稿しないです。旅行中の写真を〇〇で旅行中などと投稿すると、自宅に不在であることを知られ泥棒に狙われてしまう可能性があります。その2、メールやショートメッセージの不審な添付ファイルや URL を安易にクリックしないです。休みで気持ちが緩んで安易にクリックするとフィッシング等の被害に遭うかもしれません。送信者の確認が取れないメール等は特に注意しましょう。ウェブサイトを開くときはお気に入りやアプリから開きましょう。皆さん、1年間も視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方は公式 Twitter のフォロー、いいね、リツイート、合わせて YouTube の公式チャンネルへの登録とグッドボタンもお願いします。次回は令和5年1月19日です。来年またお会いしましょう。良いお年を。